静岡県磐田市の JA 遠州中央。この日はネギの出荷が行われていた。運ばれてきたネギのサイズを自動で判別し、サイズごとにまとめていく。本数でいうと3万本くらい、人間の手でですね、まあ、扱っていくということで、非常にですね、手間のかかる商品かなと思いますね。はい。結束には輪ゴムが使用されることもあるが、ここではテープを使って結束している。この紫色のテープ、野菜の結束でよく目にする。これはテープ同士はついても野菜にはつかない日番の束ねらというテープだ。テープにはですね、この遠州中央っていうですね、産地名、白ネギの商品のバーコード情報、そういったものがですね、入っていますので、まあ、販売店でもですね、どうしても必要な商材かなというふうに思いますね。消費者の方も今度テープを外すときはですね、簡単に外せるということで、非常に便利な商品じゃないかなと思いますね。タバネラは誕生から40周年を迎えるロングセラー商品だ。日番はセロテープで有名なテープのメーカーです。1978年、テープの新しい使い道を考える中で、農業という新市場への挑戦がスタートしました。きっかけは、ほうれん草をテープでまとめたいというお客様の声だった。ほうれん草は洗った後、水に濡れている状態で束にする。濡れたものにテープをつけるという、これまでの常識にはない課題だった。ほうれん草の場合は、この水分を得ることによって膨らんでしまう。で、それを膨らみに負けないテープと。そこで考え出されたのが合掌張りという方法。これならば野菜が濡れていてもテープ同士がしっかりとつく。生産現場に開発の人たちが訪問しまして、じゃあどのように作業されているのかっていうのを見ながら、そのテープの開発、機械の開発を同時に進めたと。こうして野菜に優しく作業効率がアップする結束システム、タバネラが誕生した。今では40年間愛される定番商品となった。実際に私も、はい、やらせていただけますか？ぜひ、はい、やってみてください。この部分にちょっと押し込むというかいう形 で、そうしましたらこのレバーをですね、はい、下にガシャンと思いっきり引いていただけたら。でも押していただけたら軽いですね。そうですね、はい、でいいですよ、離しますよ、はい、離していただいて。できました。はい、はい。でそうしましたら、ね、はい、ここのところに少し乗り代ができますので、はい、ここをここの部分につけていただくと、はい、ギュッと、ギュッと、簡単にできました、はい、力も全然いらないですし、はい、この状態で売ってますね、はい、毎日のように見ますね、はい、そうです。タバネラテープは野菜の緑色が一番おいしく見えるようあえて紫色にしており、色にも工夫が施されている。日番といえばセロテープ、はい、それからスーパーなどではタバネラと、もう長く愛されている商品が多いイメージがありますね、はい、では今後の展望を教えてください、はい、タバネラの技術を応用した中で、より生産者に近いところの製品というのを今発売してやっております。はい、今ブドウ誘引結束の止め立つという機械とテープを今発売してます。はい、すると棚の部分ですね、はい、そこをこういった形でくっつけていただくという形。要は作物にはくっつきませんけれども、テープ同士をくっつけると、いわゆる合掌張りするとしっかりとくっつくという、はい、まあ、タバネラも40年使っていただいてますけれども、やっぱり今後40年100年使っていただけるような製品を、これから生産者の方と一緒に作っていきたいというふうに。